ルノホート1号、プロップ、エムローバー・アレクサンドル・ケムルジャンは、ソビート連邦の設計技術者。アレクサンダー・ケマルジャン、アレクサンダー・ケマルジアン等の表記もある。彼は、コロリョフ設計局の主任設計者、セルゲイ・コロリョフの依頼により、ラーボチュキン設計局において、当時の設計局代表ゲオルギー・ババキンと共に、自走式の、ルノホートや火星面探検者製作の指揮を取った。 また、それらをはじめとして、極限状態での活動を前提にした自動おもしくは遠隔操縦の機械をいくつも製作した。その中には、チェルノブイリ原子力発電所事故の事後処理に使われたものもある。彼は、世界的水準の惑星面探検者を国内で作るための学校の創始者でもある。ウラジカフカス生まれ、サンクトペテルブルクで没。 1976年に発見された小惑星の一つに彼にちなんで命名されたものがある。ありがとうございます。